チス乙女パスタに感動。さあ、ということでですね、本日は、劇場の合間にちょっとあるものが届いたのでちょっと開けてみようっつって、で、この犯人カナダ賞まあコテコ入れをしてきましたから、最初はまあカメラを買い、カナダさんのカメラですね。そう、カメラ、ちょっと今あの僕が壊しちゃって、そう、今マルちゃんぶっ壊し事件がありました。動画にもなってないんですけど、そうそう、動画にもなって、裏でね、はい、あーみたいな、はい、で、そこからマルちゃんのカメラを使い、で、ピンマイクを買って、で、新たな仲間が入ります。ちょっと新たな新メンバーを紹介したいと思います。こちらです、GoPro ちゃんです。あー、とう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 です。 GoPro は知ってますか？知ってるよ。本当ですか？もちろんロケとかでもさ使うし、最近なんかはもうドラマとか映画で GoPro 使ってるからね。だからあれでしょ、ちっちゃいやつ。そうです、そうです。川島さんが持ってるやつ。そう、だからやっぱ GoPro 史上一番活躍できてない GoPro だから、はい、川島チャンネルの GoPro はあれかわいそうだな。GoPro あんなシンクで手でそうめんを湯がいてるやつ、あれのためだけに作られた GoPro って、はい、GoPro を撮りながら、え、マジっすか川島さん、この役目ですか、俺いらなくないですかって言ってたもん。生き殺しみたいなとこありますか？そうそうそう、買い殺しはあれ、買い殺しだ、あれもう GoPro の買い殺し。しかもあれないんだ。あれは10じゃないですかね。10で最新の GoPro をあんな買い殺しないよ。だからこれ自分で撮りながら見れるっていうね、あのモニターがついてる。母さん方はないんですね。そう、ないの。さあ開けていきましょうか。お願いします。うわぁ、ちっちゃ、思ってるじゃん、ちっちゃいの、ちっちゃ。これ何、バッテリーもついてくるんだ。買ってきたけど、そうですね、まあすぐなくなっちゃうから。あ、そう、あ、それ車につけれますから。あ、今まで僕が助手席でカメラ向けてて、そうね、ちょっと画角気にしてたりしてたじゃないですか、 GoPro で。これだからいわゆるシンゴとかはさ、車内でドライブトークの時とか使うやつ。そうですね。ほら、すごい、この樹脂っていうの、ここはいいんじゃないですか、うん、ここはいい、はい、まあまあ、花田さんなりのレビューしてくれたらいいんです。この樹脂がね、皆さん、樹脂じゃないね、プラスチックか。さあ、これ、うわ、これケーキみたいになってる。美味しそう。そう、これ、うわ、ショートケーキのやつですね。これを、いや、俺は大丈夫、お前だよ。お前の失敗。コクがうまいんですよ。ベラーン。酔ってないです。本当ですか。はい。そうですよね。今日ルミネお出番です、はい。ルミネの出番なんで。さあ、これ GoPro。何これ、フィルムがついてるんで全部。フィルムはあんま俺は撮っちゃうタイプだけど。取りました。ここがうまいね、ここは。ベラーン。大丈夫これ大丈夫今んとこは、はい。あ、本当。ほんでバッテリーはこれか、 SD カード。結構あれですね、説明書とかあんま見ないタイプなんですね。そんなもん見たってさ、はい、一緒なんだから。なんかこう入れ方とかあるじゃないですか。いや、それはもうさ、我々もうこういうのは何度やってきてると思う。なんかあんまカナダガジェットのイメージないですけどね。ガジェットって何？こういうカメラ、観葉植物？いや違う、あれガジュマルか、こういうのとか。観葉植物じゃないです、ガジュマル。あ、ガジュマル。あ、もちろんリハーサルだよ。本番じゃないよ。ちょっとクマさん、やめてください。ガジェット本番をガジュマルか。パリパリと落としてましたけど。リハーサル用の。いや違います、これガッツリ本番だし。あ、ガッツリ本番。これジュンさんがチラチラこっちのやつ聞いてるなと思って、やばいと思って見てたんですけど、やばいやばいと思って、そしたらこっち切って、ガジュマルの下りになった瞬間こっち見てきた。あ、やばい、嘘だろうと思って。あ、すいません。いや、あの犯人必ずはこれぐらいの、ええ、ゆる
地元乗りでやってます。ああそういうことね、はい、あーすごい。え、GoPro 持ってますか？僕は8持ってるんですよ。あ、8? 8を持って、はい、まあ、本当に僕もあんまりいい使い方できてないんですけど、僕はそのバイク走行の時とか。ああ、そう、バイク乗られますよね。あとあの屋台で、はい、あのラーメンぶつ取りしたりとか。ああ、なるほど、これで、ね、あんまりスポーティーな動きはそんなしてないんですけど、これがあると便利なの、前から見えるから。また出たわ。いやこいつの潔癖。いや、すっごいひどい。もう逆にそれ、あなたの潔癖は他人を傷つける潔癖だから。いやね、いや、お世話になりましたから、本当に。いや、本当、一回銭湯ね、はい、営業の合間に銭湯行って、はい、体洗った後ね、はい、もちろんお風呂入って、はい、ここにお尻をつけた時ブチ切れてね。いや、もう出ます。いやいや、先輩だし。いや、そうなんですよ、俺金払って、はい、連れてってもらったのに、お尻ちょっとつけたのブチ切れたよな、お前。まあ、若かったんでね、やっぱりそれは。それからなんか俺がそうやってウェーみたいな嫌がる下りずっとやるのあれ良くないよ。やっぱね、ちょっと本当にあの皆さんが思ってる以上にちょっとお尻がちょっとだけ汚かった。良くない本当に、はい、そうですよね。いや、本当それは良くないです。先輩のお尻良くないの、はい、触ってもらいましたよね。いやいや、触ってが、いや、まあこの、ああ、ちょっと待ってください。よくないぞ。ほら、ほら、やべ、マイクが、ほら。すいません、はい、はい、でも、持ってるんですね、持ってる。で、僕のはもう8だったんで、はい、画面がないのさ、前に。ああ、そういうことですね。便利なのよ、自分で確認できるから。確かに、画角はそうですね。今なんだけどね、お前今持ってる。え、そうなんすら分かってない。え、これ、こっちじゃないですか。あ、本当だ、GoPro も逆やんか。あ、本当だ、思いっきり逆持ってる。危ない、やばい、俺このまま使ってそうでした。危なかった。いや、いいんだけどね、これでも別に使えるのは使える。そうなんですね。そうそうなんです。こっちから、こっちから、あ、本当だ、 GoPro。 そう、へー、シールとかも貼ってさ、ここの、はい、遠ざけんなって。いやいや、今はちょっと触れ、いや、触れないよ、そんなことしない。え、ここのとこにシール貼ってできるのよ。で、あの、傷つかないかった。あ、なるほど、そういうフィルムがあるんです。そう、ここの裏とか。遠ざけんな。すいません、ちょっとすいません、なんか距離がやっぱりちょっと難しくて、撮影上ですよ。僕自体は別に問題ないんですけど、はい、じゃあちょっと、はい、股間触っていい？極端すぎるでしょ。ちょっと待ってください。どういうことですか？股間さって一か八かお前やめろ。ほら、うん、わって言って、こいつ、いや、それ俺潔癖と関係なく誰でも嫌だと思います。今のは。いいね、けどワクワクするよね、はい、こういう買ってこうやって見るのってね、はい、はい、初めて開けたんで、ちょっと撮ってみましょうよ。そうね、これ SD カードってどこだろう。初心者、あったな、そんな時代。最初硬いの。いや違うよ。カーサー、この。どうだ。すごい難しい。ここ開けるまでに7、8分かかってるけど。いや、だって今こう開くと思ったら、こうなってさらにこう開くっていう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。で、これにバッテリーを入れると。でかいね、バッテリーが。これにバッテリー、どのバッテリーと比較したの。ちっちゃい方やと思うけど。あ、確かに、そうか、うん、バッテリー史上確かにちっちゃい方ですね。あ、できた、できた、できました。これで、うん、じゃあ回してみますか。ちょっと、あ、そうそう、このね、まるちゃん撮ったら。確かに、いやいや、せっかくいらっしゃるんで、クロスさんを被写体に。いいっすか、よ、もしよければ、はい、ちょっといい感じでカラさん撮ってみてください。お、ついた、ついた。お、すげえ。あ、いいね、これ。めっちゃすげえ。あ、いいな、見えるの、羨ましい。うわ、かっこいい、 GoPro って出た。俺のことかと思ってた。あれ、これイングリッシュとかなんか最初設定があるんですか。そう、
これからさ、やばい。あ、やばいやばい、間違えた。やばい。イングリッシュやって、これ。英語ってどうやってるの？英語は今のイングリッシュ。英語そう。日本語です。さあ。いや、ちょっと。あ、やばいやばいやばい、また中国語になっちゃった。日本語で。川島さんのやつじゃないんですか、それ。役割的に。確かに、コンビとしてね。あ、川島来たよ。やばい。あの、グッとする。だってもう一回、あ、できた。これでもあらかじめ大事さんの触らせないの。あ、結構だからもう音、教える気なくするよね。確かに。これだって普通に撮ったら使えないよ。あ、そう。何 K とかあるから、要は YouTube で使うんだったら HD の180、うん、180の設定した方がいい。なるほど。すごいパッチタネルなんだね。パッチタネル、タッチパネル、タッチパネルなんだねって。いや、散々触ってた。いや、今僕、タッチタネルって言ってた。タッチタネル、これタッチタネルだねって言って自分でタッチタネルってなるんだ。タッチパネル。あ、でもすごい、こうやって自分で撮れるの。すげー。ちょっとじゃあ最後に、この動画の最後にカナさんが撮った作品を載せるんで、ね、じゃあこの動画締めてもらってもいいですか。もう終わり。これで1本できる。はい、これで1本。はい、すごっ。ドキュメンタリーチャンネルになってます。もうちょい撮ったら撮れ高あんの？ゼロです。すごい仲間が入りました。ハンニャカナダショー新レギュラー GoPro ちゃんです。あの撮ってるんですか？すいません、まあ、お出番なんで。ありがとうございました。じゅんさん、いつもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあということでこれでちょっとなんか撮ってみます。皆さんも今後の GoPro を何卒よろしくお願いしますします。おつんこ。高評価とか、なんかあのチャンネル登録とか、なんかあのよし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 。